個性爆発コーディネート、まずは秋元。ちょっとこうやらしいのか、エロいな、だからエロいんだよな、胸が胸がエロい、不気味って不気味不気味、あ、なんか言うよ、なんか言う、日村くん、はい、今夜空いてる、うわ、もうそのまんまじゃんか、あれちょっと待って、こんなおっぱいでかかったっけ、違う、そこに注目じゃない、いや、胸を強調してるじゃん、胸めちゃめちゃ、いやいや、そこに強調するなって言われて、何枚入れてんの、何枚入れてんの、出てきた瞬間、おっぱいにしか目がいかないだよねでも、要はだから他と被らないの、ここのだから要は要素なんでしょ、テーマはポイントとしては、なんか普段私あの肩が出てるオフショルを着ることが多いんですけど、ちょっとそれだと見飽きたかなと思って、もう一回やって肩、あー不気味なになになんか生々しいそれ白石の顔面が不気味が本当に不気味そんな秋元への評価は低く5ポイントという結果に。